スーさんが欲しい参考書を見ていきましょう。巷には洋書にもかかわらず、1A に B のみ、つまりスーさんは発売されていないシリーズ本が存在します。今回はその中でも特に私がスーさんを出して欲しいと思っている参考書を5冊取り上げていきます。1冊目は駿台文庫から出ているリアル入試数学です。難関大入試において確実に正解したい問題を収録し、全120問と多すぎない問題数で手に取りやすい上、回答方針をこのレベル帯の参考書としては珍しく先生と生徒の会話形式で解説しています。難問にフォーカスした問題集が多い中で一風変わった問題集であるリアル入試数学ですが、ぜひスーさんを発売してほしいところです。リアル入試数学で難関大で確実に取りたい問題、必須の考えを学んだ後に河合のプラティカにつなぐ。問題数も手頃なのでスーさん版が出ても同じような立ち回りが可能だと思います。プラティカじゃなくてもやはりなんかの前に入れてあげるのもいいですね。スーさんは90代前後にまとめてくれるとかなりありがたいところです。続いてゴールデンルートシリーズです。1A2B を収録した基礎編50代、標準編80代、応用編40代の3冊が発売されており、ゴールデンルートと呼ばれる各問題の方針を立てる上でのヒントを右ページに記載した問題集で、公式や定理などの重要項目の確認、減点されないための回答の書き方も掲載しておりかなり汎用性が高いです。問題数が少なく、解説が詳しいと時期、使用者問わず進めやすいのでかなりこちら側としてはありがたい問題集ですが、2021年の応用編、2022年基礎編標準編の発売からスーさんが出る気配はありません。スーさんが出るとしたら基礎編は30代、標準編は50代、応用編は20代ぐらいでしょうか。出たらかなり理系にとってはありがたいところです。どうかよろしくお願いします。続いて今年発売された新進気鋭の参考書、落とせない必須101代シリーズです。スタンダードレベルとハイレベルが現在発売されています。珍しく次第の正門にフォーカスした形の参考書ですが、会話形式で非常に解説が読みやすく、さらにそもそもの解説自体かなり丁寧なので誰でも扱いやすい問題集ですね。注釈が多く、やりがちな遠回りの回答であるいまいち回答と効率の良い近い近回答の2種類の回答が掲載されているのが最大のポイントでしょうか。スーさんがもし出たら特に微積の部分はありがたいでしょう。また、意地でも101台にこだわるのであればスーさんだけでなく、1A2B との融合問題なんかも収録されるかもしれません。不等式と微積や複素数平面と確率、次方程式の解、微積などいろいろと融合問題は存在しています。そのあたりの解法を近い近回答、いまいち回答なんかでやってあげるとかなり面白い存在になってくると思います。というかそもそも融合問題に特化した問題集は融合問題ターゲットぐらいしかパッと浮かばないですね。他に何か知ってる方いらっしゃいますか。続いて試験時間と得点を稼ぐ最速計算です。小倉雄二先生の計算メソッドを伝授し、スピード計算で試験時間と得点を稼ぐことを目的とした参考書である最速計算ですが、受かる計算偏重だった計算問題集の環境に一筋の光を差し込んだ問題集と言っていいのではないでしょうか。例題と計算テストの2段構成で特に例題は解法や公式の解説、時短テクニック、注釈、別解解説が充実しており、効率のいい計算メソッドを習得することができます。この参考書がシリーズ更新され、スーさんが出たらかなり熱いですね。現在市販されているスーさんの計算問題集は受かる計算、計算革命、ドラゴン桜、試験に出る計算演習とまだまだ少ないのが現状です。ここに最速計算が入ってくれば、確実に使われるでしょう。というか 1A2B しかない計算問題集ばかりの環境なのには何か理由があるんですかね。最後に鉄力回帰素力完成です。他の問題集では見られない硬派に切れ味鋭く、入試に必要な道具を解説した解説と、優しい計算問題や典型問題を気持ちひねった問題を収録し、ハイレベルな基礎力の完成を目指したのがこの基礎力完成ですが、こちらも 1A2B のみの収録にとどまっています。鉄力会は理系がほとんどのはずなので、スーさんでこういう教材は全然作成できるはずだと思いますが、スーさんは企業秘密ということなんでしょうか。目標時間は鬼畜なままでいいので、スーさんが出ると嬉しいですが、今回紹介した中で最も古い2015年発売なので一番可能性が低いかもしれません。というわけで今回はスーさんが発売されて欲しい参考書を見ていきました。この中で本当にスーさんが発売されることになる参考書が現れたらとても嬉しいです。他に皆さんがスーさんが出て欲しい参考書があればコメント欄に書いてください。ご視聴ありがとうございました。